作業とかをするときはやっぱりそのプレゼントかって人に説明するときにはすごい大きなアイテムかな。 iPad さえあればもう全てできるから。私たちのタイトルは伝えて浪江、学生の学生による学生のための活動にしました。結構高校生とかってスマートフォンとか iPhone 持ち歩いてるじゃないですか。なんで私的にはあんまり変わらないかなって思ったんですね。すぐネットも開けるし画像も検索できるしって思ったんですけど、やっぱり大きな資料とかニュースとか見たりするときにはやっぱり大きい画面の方がすごく便利だなと。私たち高校生が立ち上がることでたくさんの人の心を変えられ、アクションを起こすきっかけを与えられます。ここでプレゼンテーションとかってやれば機会があったりして、その時にやっぱり画面が大きいと説明しやすいし、見せながらできるし、やっぱ企業っていうかそのプレゼントかって人に説明する時にはすごい大きなアイテムかなと思います。正直あんま機械音痴でこう使いこなせなかったんですけど、なんか今回こっちに来ていろんな人に教えていただいて、すごい自分のこととか街のことを説明するときとか、あとみんなでこう話し合うときにすごい写真とかも見やすくて、あこれだよってすぐ提示できて、メモというかそういうの撮りたいときでも iPad さえあればもう全てできるから、すごい便利だなって思いました。